4人のりボブスレイのスタート1910年頃のボブスレイ・ボブスレイは独特な形状と機構を持つ専用のソリに乗って氷が張ったコースを滑走してタイムを競う競技でウィンタースポーツの一つ。最高速度は時速 130km 時速 140km に達し、氷上の F1 と呼ばれる。オリンピックでは1924年の 1> 第1回シャモニーモンブラン冬季大会から正式競技として行われている。競技は1台ずつで行われる。選手は呼吸を合わせながらソリを押して走り、加速をつけて素早く乗り込む。この時、一人でも乗り込めなかったら失格になる。あとはドライバーがハンドルを操作。残りの選手は空気抵抗が少なくなるよう頭を下げ、 約1300メートルの曲がりくねったコースを滑保、タイムを測る。スタートダッシュでどれだけ加速できるかが勝負を大きく左右する。また、選手の技術だけでなく、ソリの性能の差も勝敗の鍵を握ると言われる。ソリ本体と選手の体重を合わせた合計重量には制限があり、男子2人乗りは390キログラム、男子4人乗りは630キログラム、 女子二人乗りは3 4 0ラムとなっている。競技は2日間に4回滑り、順位を決める。日本国内でボブスレーの競技が可能な施設は、長野県長野市のスパイラルの1箇所のみとなっている。また、1999年、2003年には、札幌市のフッツスノーエリア富士のコースで、ボブスレーの思想も行われた。富士のコースの全長は1000メートル強だが、 ボブスレー目的で使用しているのは500メートル程度である。したがって国際大会などには使えず国内大会や練習の目的で使われている。なお、札幌五輪で使用された手稲山ボブスレーコースは2000年1月に閉鎖されている。ボブスレー用のソリは鉄製のシャーシに流線型の FRP 製カバーをつけたもので前方にハンドル、 後方に停止用のブレーキを備えている。ブレーキはフィニッシュまで使えない。前方と後方の底面には左右にランナーと呼ばれる刃を計4枚備えており、それで表面を滑走する。前方のランナーは火事になっており、ドライバーが操るハンドルと連動して左右に振ることができる。ボブスレーのソリには2人乗りと4人乗りがある。近年では競技向けボブスレー用ソリは 空気力学の観点からの研究開発が進んでおり、バンクーバーオリンピックではイタリアチームがフェラーリ製、ドイツチームでは BMW が開発に協力したものを用いており、ソチオリンピックではイギリスチームがマクラーレンの開発したものを用いるなど、レーシングカーの開発とよく似た開発競争が、日本でも長野オリンピックの際には、 ドームの協力によるボブスレイの開発が構想されたことがあるが実現せずに終わった。世界的には競技が盛んなラトビアに本社を置くボブスレじゃテクニースカイズセンターズ社のシェアが高い。2012年にはドームの関連会社であるドームカーボンマジックが東京大学や東京都大田区の中小企業らと共同で女子用の二人乗りボブスレイ、通称下町ボブスレイを開発。 同年12月に試走を行った。下町ボブスレーは日本代表チームには採用されなかったため、クールランニングで有名なジャマイカ代表チームと契約を結んでソリを無償で提供した。そして2018年のピョンチャンオリンピックでは、ジャマイカのチームがこの下町ボブスレーで出場する契約であったが、下町ボブスレーを使用したジャマイカのボブスレー男子チームは予選落ちした。女子チームは、 他者のソリでオリンピック出場を決め、性能不足を理由に下町ボブスレーのオリンピックでの使用をキャンセルされた。スイスのアルプス地方で生まれ、遊戯として発達したと言われる。1923年に国際ボブスレーとボガニング連盟が創設され、翌1924年の第1回オリンピック冬季競技大会から正式種目になった。当初は、 男子だけだったが2002年のソルトレークシティオリンピックから女子二人の輪が追加された。ありがとうございます。